ADMJTV 小林です。いつも ADMJ をご愛用いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、島田くんと一緒に、はい、スペシャルな発表をしたいと思います。実は、松屋銀座で、なんとお客様これ読めますでしょうか Go to Shimada を ADMJ 開催したいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。日程は後で、島田くんが自分で発表する、はい、ことになってるんですけれども、実はこの日、1日だけ、あの人気のマットクロコダイルのウォレットバッグの現物を松屋銀座でご覧いただく機会を作りました。Go to Shimada の日に。はい。ですので、この、ブラック、サファイア、ホワイト、スワラスキークリスタルが約22席職人がソーイングしたマレットテープのストラップがついた、あの人気商品を現物をご覧いただく唯一の機会作りましたので、ぜひ、Go to Shimada のこれから島田くんが発表する日に、ご来店いただけたら、ご覧いただけるという、スペシャルな企画と、あともう一つ、島田くんのセンスで、すごい企画が出来上がりましたので、それで私はさっさと、はい、引き上げて、ご自身から島田企画、Go to Shimada企画発表してもらいたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いつも ADMJTV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。営業の島田でございます。今ご紹介いただいたように Go to 島田キャンペーンということで、松屋銀座さんの店頭で、私が11月25日水曜日の午後1時から、夕方の5時まで来店をさせていただき、お客様を対応させていただくというスペシャルな日を作らせていただきました。何してくれるんですか？もう何でもやります。何でもやります。お客様来ていただけないと、売り場で泣いているかもしれないので、ぜひ、会いに来たよというね、はい、お声でも非常にありがたいので、はい、スペシャル企画、第1弾は先ほどのクロコダイルウォレットバッグをご覧いただけるスペシャルな日ということと、はい、さらにですね、オーダーストラップ受注会ということで、はい、いろんなストラップをご紹介させていただくんです。意外とこれまだ、浸透していない、ご存知ないお客様も多いんですけれども、実は ADMJ のストラップ、1点ずつ受注を受けたまることができまして、特にこの半年ほど人気をいただいているのが、この、マレット社のテープを使ったストラップですね。これは、21AW シーズンぐらいから、使用しているストラップなんですけれども、長さが約1メートルということので、幅広の5センチ幅のストラップを、作っております。で、ここの部分の革の、カラーも選びいただけますし、金具もこちらゴールドですけれども、シルバータイプの、金具も選びいただけるということで、仮に、過去にお買い上げいただいたストラップ付きの商品で、ちょっと気分を変えたい、細いストラップは肩に食い込んでしまうっていうようなお客様結構実はお話を聞いているといらっしゃるというふうに思っておりますので、本当にこれストラップを変えるだけでお持ちの印象がかなり変えることがね、できますので。はい。っていうことは今まで、付属の革のストラップを使っていたお客様が、はい、あ、マレットに変えたいわ。っていう時に、この日に来れば、そうなんです。島田くんと相談して、そうなんです。長さなんかもご相談できるんですか？そうですね。はい、こちら調整できない、もともとは1メートルのタイプのものなんですけれども、売り場にあるものをかけていただいて、あと5センチ、10センチ長く短くしたいというのは、その場でご要望。じゃあ自分の長さに合わせられる。そうなんですよ。すごいですね。ね、そうしたら、実際にね、長さを、見て、はい、島田くんと相談しながら、あと、ご自分の持っているバッグの、はい、革も、基本の革はどうなんですか？そうです。こちらは、ハイドシュリンクという国産の牛革を使っておりまして、はい、この革であればカラーバリエーションがかなり豊富にご用意しておりますので、売り場にある商品でこの色をつけたいというふうにご指定いただくこともできますし、はい、あとはインポートレザー、こちらのボックスラックスであったり、モーツァルトといった革も、はい、革の在庫があれば、もちろんカラーのご指定までしていただけるということですので、もうスペシャルな世界に一本だけのお客様の特別なストラップが。そんな Go to Shimada だ。そうなんです。すごいですね、これ。なのでぜひ。他のお店に怒られませんかね。うんうんってエンゼルが、横浜でもやりたいって言ってますから。まずはね。
そうなんです。まだお成功させないとね。はい。いけないので。なので、はい、本当にね、お持ちのバッグがこんなに変わるのかっていうのは、ショルダーストラップを変えていただくだけで、はい、特にやっぱり、両手を開けてお使いいただけるということで、ショルダーストラップはすごく必須なアイテムだと思いますし。私も作りに行きます。ありがとうございます。稲垣さん誘って、本当に島田ストラップ作りに行きたいと思います。ありがとうございます。本当にこのマレットのテープに変えただけで、はい、使いやすさ。はい、さらに幅が広がって、ね、エンジェルもね。そうな、最近ね。声全然出してくれない。声、あの、人の営業担当の協力がしないって決めたみたいなので。でも、あの、本当に全然カジュアル、なんか素敵なカジュアルシーンにもお使いいただきますし。ね。ね、いいですよね。GoTo トラベルにも持ってきやすいバッグになったり。早変わりしますので。ちなみにこのマレット社のテープは、こちらのベージュとブラックとダークブラウンですね。はい、3色ご用意しておりまして、まあ、各色売り場でテープのカラーはご覧いただけると思いますので、はい、そちらを見ながら、じっくりこう、オーダーのご相談をね、乗らせていただければと思いますので。島田君、はい、今2つ並んでいるバッグに、はい、あの、ADMJ のオリジナルのストラップを、そうです、ね。はい、コーディネートしてみて。このなんか、センスを問われる。ね、私面白くて好きです。はい、今日のネクタイは先ほど小林さんに3本お見せして、こちらがいいんじゃないかということで、示させていただきます。ますじゃこちらのモーツァルトのマリンにつけるストラップですね。ちょっと難しいな。そうセンスが問われて、モデル直感で。直感で。いいですかね。あ、こちらの。素敵なんじゃないんですか。パイソンのストラップですね。はい。はい。私もパイソンのストラップ実は今狙っていて。これ綺麗ですよ、うん。そうなんですよね。これ、あの、他の色でシルバーの、あの、コード刺繍が入っているものだったりとか。はい。これつけるだけで随分雰囲気が、そうです。変わったりして。これちょっと、ボールチェーンが3列刺繍でこう、革に縫い付けられているんですけども、はい、ボールチェーンってこう、球体、なんですけれど、これカットを入れて、完全な球体ではなくて、多面体にすることで、光の輝きを表現しているという。しかもこれ、ボールチェーンのサイズが3列とも、サイズを変えているという、もう本当に ADMJ のこだわりが詰まった、すごいショルダーストラップで、ベースの革は、パイソンということで、裏革は、サフィアノを使っていますね。はい、すごく上品な。これ私が狙ってる、あ、 シルバー色の。はい。はい、なんか、カットボールチェーンが違うだけでこんなに印象が変わる。ゴールドとシルバーで。これも二度と多分この大変な刺繍って私呼んでるんですけど、カットのボールチェーンを刺繍機で綺麗にこのね、3列繋げてるっていうのが、ね、まあ、本当に他の人がやらない技術なので、はい、ぜひ、25日にご覧いただけたらと。そうですね。もういつもお勧めしてますが、このワンショルダーバッグは、ショルダーストラップをこの両サイドの角間につけていただくことができますので。松屋でもワンショルダーバッグまだご用意してますので。そうなんです。これ、あの、このように、私も、あの、実は、そう、私はクロコダイルでオーダーしたので、あの、クロコの、白のクロコにこうやってストラップをつけて。はい、いいですよ、ね。はい。だから、それに合うマレットテープをオーダーし、当日はしたいと思います。そうですよね。はい。まあ、また本体とこの、違うカラーをお選びいただくっていうのもすごくおしゃれなポイントかと思いますので、はい、ぜひ、では、11月25日水曜日午後、1時から5時、5時で帰れないぐらいたくさんのお客様が来ていただけると思う。もし、はい、その日、はい、ちょっと都合が悪いけどストラップ作りたいのよって言った場合は、はい、そうなんです。もうお電話でお問い合わせいただければ、クレジット決済等でも受けたまわっておりますので、遠方にお住まいのお客様であったり、ご都合が悪いお客様は、こちらの03-5524-5805 までお問い合わせをいただければ、随時対応させていただくということになっておりますので、はい、お待ちしております、はい。はい。それでは。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。